結局姉貴の頭部は見つからなかった。体だけになっても拓也さんの手を離さなかったらしく、そのおかげで身元が分かったのだそうだ。骨だけになって帰ってきた姿を見てもこれが姉だとは思えなかった。飛行機事故なんて。航空会社からのお金があってもマンションのローン、事業の借り入れが残らない。誰が。誰も私に意見を求めない。二十歳はもう大人。そんなのは大嘘だ。それで誰が匠を引き取るかだ。ちょっと待ってくれ。兄さんの孫だろう。祖父母が引き取るのが。冗談じゃない。あんな女の子供なんか、うちの息子は騙されたんだ。よそで作った子供を押し付けた。そうに決まっとる。普段なら食ってかかったと思う。ただこの時は驚くくらい何の感情も湧かなかった。むしろ預かった10日間、匠が祖父母の家に一度も行きたがらなかったこと、葬式の間中私にひっついていたこと、その理由が分かってすっきりした。ここはどうだろう。匠君に選んでもらうというのは。バカな、5歳だぞ。子供の言うことなんて。どうなんだい。気がいい。え、ミキがいい。たくみ。でも私はダメなんだ。ダメなんだよたくみ。当然だ。子供が子供を育てるなど。だから子供に選ばせるなんて。結局岡山に住む遠い親戚が引き取ることになった。行くぞ。たくみ、なんで俺たちが。そりゃそうだ。スロプロなんて行きまいてるけど、所詮はただの無職。私が面倒見れるのは10日がせいぜい。10日間限定がお似合いだ。一旦終わってしまえば驚くくらいの日常。姉貴がこの世にいなくても、匠が岡山に行っても何も変わらず、世界は回る。姉貴と交わした最後の言葉、何だったっけ。待ち上がれクソ姉貴。なんでよりによってそんな言葉なんだ。最後だって、最後だって分かってたら、分かってたらなんて言ったんだろう。父親は私が生まれてすぐに蒸発、母親も姉貴が16歳、私が5歳の時に病気で死んだ。ごめんな、うちでは2人は面倒見れん。いや、バラバラにしないで。ミキにかかるお金は私が稼ぎます。だから2人で元の家で暮らします。おろす。あんたがまだ高校出てないのに私が子供産むわけにいかないでしょ。バカ、俺は大丈夫だから。大丈夫なわけないでしょ。家を出る。俺は一人でも大丈夫だから、ちゃんと産めよミキ。なんだよ。ごめんね、ごめんね。ずっと守ってくれた。あ、おいおい、ビタ子なんて恥ずかしい名前で呼ばれてる俺がビタをしみするなんて。って、あれあれ、ホールで泣くとか何やって。最後に言いたかった言葉、ありがとう。ありがとうって言えなかった。ありがとうって言えなかったよ。よー、ビータ君、今日も勝って、泣いてる。ビータミスったから、こういう時どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。たまに思うのよ、バラバラに引き取られた方が貧乏な思いしなくてミキは幸せだったんじゃないかって。引き止めたのは私のエゴだったんじゃないかって。何言ってんだよ。家族一緒の方がいいに決まってんだろ。ほら行くぞ。ミキがいい。
俺たちは家族だ。だからもう絶対寂しい思いはさせない。絶対だ。俺の胸で泣けよ。よし、これで行こう。なあ、はい。岡山って現地で行ける？岡山って岩手とかあっちだっけ？無理じゃねえか。新幹線とかじゃねえ。新幹線だったらこれだけあれば足りるよな。足りるだろうけど。園田やる。どこに行くんだよ。は？決まってんだろ。11日目のお迎えだよ。チャンネル登録よろしくな。ブス。だとこれ。